前の手から動けばこれは、あるいはこれを動かさずにこっちでつくイメージでこっちに入ると反応、こっちが来るだろう、うん、来るだろうと思ってるのにこれがストーンって伸びてくる。回転しちゃうと手つきになりますし、肩が動くんで分かるんで、何もなかったようにするね。ここで、この辺、ここで一瞬でこうずらすイメージ、左端、右端が崩れる。これは入る。中先生のあの時のあの突きですよね、はい、政権で上段を突いてきたあの突き、いつ突いてくるのか、その初動がない、はい、ノーモーション、無の状態から一気に拳がここに来て、はいはい、見えない角度ではないです、見えてる角度で分からずにここに来てると、はい、ワープする突きだという表現がいつの間にか来てると。でこれはやっぱり初動がない、起こりがないというのですね、はい、このところ の、 あのどういう風にされてるのかなと、多分それ皆さん知りたいと思うんですよ、そこは。はい、そうですね。少林寺拳法の井上弘武先生も驚いた。中達也先生の追い突きの秘密、さまざまなカメラで探ってみました。 DVD 体感中達也からご紹介します。普通の追い突き、はい、遅くすればここからこう入ってますね、ドーン、まっすぐ、はい、それを例えば右へ振って、はい、相手を引っ掛けて左から入ってくる、左から左から入ってくると、手を前に出しながら後ろの方から入る。だこれがいつも言う床を蹴っちゃうと、うん、分かりやすいんですね、うん、床の反動を使っちゃうとこれは分かりやすいので、前の手後ろの手からこれから自然にスーッと取る。おお、ちょっと随分違うと思います、見た目は。ごめん、これちょっと僕も体験していいですか。例えばじゃあいきますよ、これが床とか蹴っちゃうとこういうことです、はい、で、まあ、こう押さえておいて、これから入ってくるイメージ。おお、あ、これ全然違う。そうす、何これ入ってごらん。最初のはやっぱ月が来るって感じなんですけど、次のやつはなんかこう大きな塊がなんか、あ、波みたいに。そうですね、あ、波じゃなくてツバメみたいって言われたことありますね、はい、なんかボワンってこう来ますね。これは危ない。こちら第三者から見て早いとか早くないとか、当たるよ当たんねえよってことと全く違うことが向かい合ってる2人の中には起き、まあ、次元全く違いますよね、はい、だから外から見ると分かんないと思うんですよね。分かるわけもないですね、はい、まあ、それ我々は分かろうと思っていろんなこの伝え方を言葉とか映像でしようとしてるんですけれども、なるほど。どうですか高橋すごいですね、やっぱりなんていうんですかね、と、なんていうんですか、と、本当飛び込んでくる感じですね。おお全然見えない、見えないんで、それでも 目とか入ってる、見るわけですから。いや、こっちから見ても分かんないし、だからすごいな、すごい、面白いです、面白い。ええー、ね、はい、急に伸びる、急に目の前に、そう急にワープするんですよ、はい、少林寺拳法の井上先生から感想コメントいただきました。こんにちは、少林寺拳法連盟の、井上です。今回、皆さんにぜひ、ご紹介したいものがあります。それはですね、こちらになります。黒帯ワールド体感中達也、この DVD なんですね。これまで中先生の、映像、黒帯ワールドから出された DVD、 その中で皆さんはたくさん見られて楽しまれて学ばれて、ところがですね、今回はさらに素晴らしい映像 になっております。今回は、たくさんのカメラからですね、同時に撮影されているんですね。私がすごくいいなと思ったのはですね、中先生を前にして自分の正面に立ってもらって、そして自分が相手をしている、対戦しているかのような
そのような映像アングルがあるんですね。私がですね、以前中先生に、パンチングミットをこういうふうに持ってですね、そして、空手でいう追い突きというんでしょうか、それで突いてもらいました。そしたらですね、突いた瞬間拳はもう目の前にあるんですね。中先生がいつ突かれたかわからない、初動が見えない、ノーモーションであると、こういう印象を受けたんですね。そのようなですね、体感を皆さんにしていただきたいなと思います。本当にですね、中先生が前に立たれてパッとついてこられる、その躍動感を体感してもらいたい。で今回この映像はですね、私も、経験していない蹴りから突きとか、まあ連呼ですね、でまた他の技、こちらの方もですね、この映像正面から体感することができますね。ぜひ皆さんこちらの映像を手に取ってですね、しっかりと、楽しんで、しっかりと学んでもらいたいと、そういうふうに思います。これはディスク2になるんですが、私はその中先生の突きをですね、私がインタビュアーとして先生に、その突き方、その考え方、その理論、そういうところを迫ってますので、そちらもですね合わせて見ていただいて、自分自身に生かしてもらいたい。見るだけではなく、ね、見て、そして自分の向上にですね生かしてもらいたいなと、そのように思っています。ぜひ皆さん、こちらの映像をご覧になってください。楽しんでください。今回は私から、こちらの映像をご紹介させてもらいました。ぜひ皆さん手に取ってください。以上です。ありがとうございました。これまで何度も撮影してきた中達也の技、中と向き合った相手の目には何が映り、どんな状態になるのだろう。第三者のカメラではどうしても伝えきれない世界。今回は未知の世界に近づくためにたくさんのカメラを用意した。通常のアングル、別アングル、ヘッドカメラ、ボディカメラ、真上からのアングル、中達也の技を最大5台のカメラが同時に見つめる。まるで自分が向き合っているかのような臨場感。さあ、あなたも中達也と戦ってみよう。体感中達也黒帯ワールド DVD 2021年1月2月3月連続発売。1月体感中達也、2月宮平保の身の危険を感じた時に武術は使えるのか、3月中達也と菊野勝則が共演した今更聞けない空手の疑問。